キクズキは、海上自衛隊の護衛艦、高月型護衛艦の2番艦。艦名は、キクズキの別称に由来し、同じ名を持つ艦艇としては、旧海軍の上風型駆逐艦、キクズキ、六月型駆逐艦9番艦、キクズキに続き3代目。キクズキは、第2次防衛力整備計画に基づく昭和39年度、計画3000トン型港、通型警備艦、 2305号艦として、三菱重工業長崎造船所で1966年3月15日に寄港され、1967年3月25日に浸水、1968年3月27日に収益し、同日付で第一護衛隊軍令下に新編された第一護衛隊に高月と共に編入され、呉に配備された。 1970年6月30日から練習艦カト取りとともに海上自衛隊としては初となる世界一周の遠洋練習公開に参加した。なお、セイロンのコロンボ港入港直前の10月30日に式タービンの損傷事故が発生し、以後、左元機のみの一軸で航海を行い11月18日に帰国した。1971年2月1日。 1> 第1護衛隊が第2護衛隊軍令下に編成が得。1973年、遠洋練習公開に参加。1977年5月12日から6月27日まで、護衛艦、餅月、潜水艦、マキシオ、P-2J8 機とともに、ハワイ派遣訓練に参加。1980年11月1日から12月17日まで、 護衛艦、立風、持ち月、P-2J8 機と共に、ハワイ派遣訓練に参加。1983年3月30日、第1護衛隊が第4護衛隊軍に編入され、提携校が横須賀に転席。また、同年6月15日から世界一周の遠洋練習公開に参加。1985年5月30日から、近代化改装を受けており、 これは1986年12月26日に観光した。1993年3月25日、舞鶴地方隊第2護衛隊に編入され、定携校が舞鶴に転籍。1997年3月24日、隊番号の改正により、第2護衛隊が第24護衛隊に改称。2003年11月6日、除籍された。 走行開始数は67,678時間、走行程は791,213.4回入りに達し、その間に遠洋練習公開に3回参加している。ありがとうございます。